はい、皆さんこんにちは、はやぶさプロスタッフの、平村直江です。今回ですね、リグがね、バス用のリグっていうと、まあ、ヘビキャロしか、ね、なかったんですけども、今回ドロップショット用のリグが、3サイズ発売されています。6番、4番、3番でラインの太さは4ポンド、4ポンド、6ポンド3種類ですね、出ました。これね、普通にリグってると、まあ、普通メインラインにもそのままリグるじゃないですか。そうじゃなくって、これはもう明らかにまずスイベルがついてて、スイベルからフックってもうセットされた状態であります。だからもう結ぶときはこうやってパッケージを、はい、開けて、こうやって開けてちょっとこう出してきて、これね、実はよいしょ、2セット入ってます。2セット入ってて、ここの部分、ここのね、この、はい、スイベルにもうリグも結んでもらって、パッとこうやってこれだけで完成。これを、はい、フックに結ぶと、もう即ダウンショットリグが完成すると。で、このリグで作った時のメリットというのは、まずですね、ここに、はい、ダブルクレーンスイベル入ってます。スイベルが入ってるんで、まずこうワームってね、こうやってると普通にいつワームがね、クッと回転するんですよ。回転すると糸入れが発生しやすくなるんですけども、糸入れが発生しにくい。これはまあスイベルがついているメリットですね。それからこの部分で一気に交換できるんで、もうすぐに例えば魚を釣って、はい、リグに変えるっていう時に、もうすぐに新しい仕掛けを出せばすぐに交換できる。だからラインブレイクもしにくいってことです。で、さらにですね、これ見てください。これね、コブがついてて、シンカーをセット、5センチごとにセットできるんですよ。で、一番下にするとだいたいね、25センチぐらいになってます。このコブのとこに引っ掛ける、こういう感じで、すぐにコブ何個目で釣ったっていう風にすぐに変えれると。これ大きなメリットになってます。で、ショートダウンショットもできるし、ロングリーダーのダウンショットもすぐにできると。もう 即できます。このリグですね、現在は、まあ、3サイズ発売されるんですけども、こうやってフックケース、これはやぶさのフックケースですけども、ほら、フックケースの中に綺麗に入る。こうやってもう保管してもらったら、いつでもすぐに、ね、交換できるというシステムになってます。このフックケースの中の方の外側には、はい、こうやってステッカーを貼って、すぐにこう分かりやすく持つ、こうやってセットしてタックルボックスに入れてもらうと。これでだいたいですね、私の場合こうリグってって、今までだったらこうフック出して、スイベルつけて、リーダー取ってきてってやってたのを、スパッと交換して時間にして、だいたい3分の1から4分の1の時間でセットできるようになりました。これでもう時短ができるということは、キャストが増えるから魚が釣れるということで、じゃあこれで実際釣ってみましょう。よし。あ、やっぱり6ポンド結構余裕あるな。よし。はい、入った。よし。来ました。ほら。ほら、仕掛けのね、ここ。このこっち側で、ね、来てるでしょ。ここの部分だけで来るからね、新品のライン使えるんで、いいっしょ。これでもうすぐ交換できます。はい、今ね、これ魚釣れたんですけれども、見てください、ここ魚の口でね、気づいてますね。で、この時に普通だったらね、一回結び替えるんですけど、もうこれ、ここでね、パスッと一回切っちゃって、はい。で、ね、シンカーとワームだけ回収して、
新しい仕掛けに行くと。これだけで次の釣りができちゃう。よいしょ。これもね、よいしょ。ここでもうこれが次の仕掛けをちょっと結び替えて。もう水ベルごとね、ここつけちゃえば終わっちゃうんで、次の作業めちゃくちゃ早いですよ。結ぶとこがここの水ベルのとこ1回だけなんで、もうすぐですよね、次の仕掛け作るのに。普通ここでね、針を切って、はい、仕掛けリーダーライン作ったりとかしてたらめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。これがもう一瞬にして終わっちゃうっていう作業として、よっ、よいしょ。で、今釣ったのは、コブのところの1、2、3、4個目のコブ、ここね、こう4個目のコブにセットしました。これコブでね、しっかり止まるんで、クッとこう進化ずれないですね。で、ここね、はい、ワームをもう一回セットしたら、よいしょ、で復旧完了っていうことですね。で、もう一点、皆さんに注目してもらいたいのが、この針の結び方なんですよね。針がね、絶対上向くんですよ。だから、ワームがずっとこの向きでちゃんと動かしてた時に、フッキングの時に、スッと上に上がるだけでフッキングするっていう。これがね、最大のメリットですよね。自分で結ぶよりもね、はるかにね、綺麗に結んであるから、もうこの結びで絶対大丈夫。ここの、自分の結ぶのはここだけですから、ここの結びさえちゃんと結べれば、もうほとんど結びで切れることはありません。オッケー。じゃあまた投げましょう。あ、食った。お、でかいじゃん。よしよし。よしよし。お、でかで、ああ、いいねー、よし、よし、おお、でかでかい、よっしゃ、入ったー、イエス。口ほら、薄皮一枚、さすが DSR13 に。やばかった。はい、今ね、50アップ釣れました。で、やっぱりね、ちょっとこう、ほら、少しだけザラッとしてるわけですよ。で、ここでやっぱり面倒があってはいけないんですね。必ずここでもう一回パスッと切って、次の仕掛けをすぐに、ほら、今使ってるのはね、 DSR132 の、3番のフロロカーボンの6ポンドセッティング、ベイトフィネスで、ベイトフィネスの方の見えないも6ポンドです、今使ってるのは。よいしょ。で、ここの1箇所、はい、結ぶだけ、こうやってね、結び替えをね、やっぱりもうしょっちゅうしてて、新しいそのリーダーラインを使っていくと、やっぱりラインブレイクが減りますからね、6ポンド使ってても全然安心してキャッチできます。一回ここで、でもうパタ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 と仕掛けを、早い、やっぱり早い。で、あとワームを、よいしょ、もう仕掛けね、一回結んだだけで仕掛けがピシッと出来上がるという。で、ワームセットして、はい。よし。
シンカーを前の四角から外して、また新しく付け替える。4番目、今日は。ほら、完成。これでもう次のキャストいけるってね、かなり早くできます。でもこんなん一回つこたらもう戻れへんすよね、時代は。行け、よし。おお、引いてる。よし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 。よし、食いましたよ、ほらね。よし。よし、OK です。じゃあ、よいしょ。うわ、DSR自産にいいとこ買ってるけど、うわ、うっそー、かわいい。これが超過の秘訣。